夏草や、つわものどもが夢の跡。1689年、奥の細道を旅する松尾芭蕉が奥州平泉で詠んだ俳句です。当時の平泉は、秀平が後は伝弥になりて金鶏山のみ形を残すと記しているように、辺りは田や野原に変わり果て、秀平が作らせた金鶏山だけがその形をとどめている有様でした。しかしこの時から500年余り前、京の都平安京にも負けない都市がここ平泉にありました。そこには寺院の大伽藍が立ち並び、幽玄な浄土庭園が季節を彩り、黄金に包まれた仏像はまばゆいばかりの輝きを放っていました。この都市を作り上げたのが奥州藤原氏です。藤原氏は東北の内紛や中央政権の侵略をくぐり抜け、多くの犠牲を出しながらも東北の覇者となりました。都市は戦で亡くなった者たちを弔い、戦のない世のため、当時盛んに信仰されていた浄土思想に基づき、現世に極楽浄土を表すために作られました。11世紀末から12世紀にかけ、およそ100年にわたって東北の地に華やかな黄金文化を開花させた平泉は、2011年6月世界文化遺産に登録されました。岩手県南部、北上川と奥羽山脈に続く山々に囲まれた平泉町。東北地方の範囲は、南を福島県、北を青森県としています。その位置関係から見ると、岩手県平泉は東北地方のちょうど真ん中にあたります。平泉は町の北に衣川、東に北上川が流れ、交通の要衝としても優れた土地でした。今から900年余り前、この平泉に館を移し、東北の政治文化の中心にしたのが藤原の清平でした。かつて東北は朝廷から蝦夷などと呼ばれ、都人からは別の世界のように思われていました。藤原氏の前、その蝦夷を支配していたのが安倍氏でした。1053年、源氏の棟梁源頼義が陸奥の国主に赴任し、鎮守府将軍を兼ねて安倍氏を牽制しました。朝廷に不満を持つ安倍氏は源頼義と争います。この時安倍氏に味方したのが藤原経清、清平の父親です。戦いの結果、安倍氏は敗れ、父経清も処刑されてしまいます。この時清平7歳でした。
その後清平の母が源頼義側に味方した清原氏に嫁いだため、清平は清原氏の一族として暮らすことになります。ところが清平28歳の時、運命が大きく変わります。清原氏の家督争いに巻き込まれ、妻子を殺害されてしまいます。自らも危機に立つ清平でしたが、陸奥国主に助けを求め清原氏一族を倒します。くしくも清原氏としてただ一人生き残った清平は、当時の警察ともいえる大領主となり、奥羽陸奥を治めることになったのです。1095年、清平は本拠であった江差郡の豊田の太刀、現在の奥州市から交通の便の良い平泉に館を移します。清平が館を構えた柳の御所は世界遺産には登録されていませんが、役所としての機能を持った平泉の太刀の跡と考えられている重要な場所です。敷地は北上川に沿って北西から南東に細長く、総面積112,000平方メートル、東京ドームの 2.5 倍の広さがありました。大規模な発掘調査が行われた結果、館で使われていた井戸跡や堀などのほか、磁器や陶器の壺、瓦家など往時を忍ばせる品々が出土しました。柳の御所の出土品には中国製の青磁や白磁が多く含まれ、大陸との独自の交流が平泉でも行われていたことをうかがわせています。その交流を支えていたのが当時奥州で産出した金でした。清平はこの金を都の朝廷や貴族にも献上品として贈ることを欠かしませんでした。そのため朝廷は藤原氏を信頼し、事実上の奥州支配を容認していきます。こうして清平は恩と引き換えに都の文化や技術を取り入れ、平泉の町づくりを進めていったのです。そして1105年、先の合戦で亡くなった者たちを弔うため、そして戦のないよう願うため、清平は中尊寺の造営に着手します。中尊寺は平泉の寒山と呼ばれる丘陵一帯に築かれたため、それを三号として寒山中尊寺と言います。中尊寺の表参道、月見坂です。坂道の両側には江戸時代平泉を治めていた伊達藩によって植えられた樹齢300年の杉の並木が続きます。この参道に沿って中尊寺本坊のほか17の寺院が並び、それらを総称して中尊寺といいます。表参道を上り詰めると杉木立の中に
武蔵坊弁慶を祀った弁慶堂が佇みます。藤原氏の時代は御法鎮守のため火伏せの神として将軍地蔵菩薩を祀り愛宕堂と呼ばれていました。現在のお堂は1826年の再建で、お堂の中には等身大の弁慶の立像と源義経の座像が祀られています。武蔵坊弁慶は五条大橋での出会い以来、義経を主として従い多くの武功を立ててきました。ここ平泉で義経を守るため、やぶすまの中最後を遂げた弁慶の立ち往生はあまりに有名です。ちなみに弁慶は当時平均的な身長が150センチほどという中で186センチと非常に大柄であったそうです。中尊寺は鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」によると、その全盛期には寺棟40余雨、全坊300余雨という規模であったといいます。中尊寺の三門は火災で失われたため、1659年に一ノ関城から移築された表門が代わりを務めています。通常の寺院の門とは異なり、前面の庇が深く脇門のある薬井門の造りになっています。中尊寺は850年に慈覚大師円仁によって開山されたと伝えられています。その250年後、中尊寺は藤原清衡の手により再興され、二代元衡、三代秀衡が寺域の拡張を行っていきました。中尊寺には初めに釈迦と多宝如来が鎮座する多宝寺が建てられ、次いで大長寿院が建立されました。大長寿院には二階大堂と呼ばれた阿弥陀堂があり、高さ15メートルという大きな建物でした。その中には高さ9メートルの金色の阿弥陀如来像が本尊として安置されていました。平泉に信仰した源頼朝は大長寿院を見て驚き、後にこれを真似て鎌倉に永福寺を建立します。現在の本堂は1909年明治42年に再建されたもので、中尊寺一山の中心となる建物です。本尊阿弥陀如来の前に灯る不滅の法灯、天台宗総本山である比叡山延暦寺から分けられた灯明で、寺院内に荘厳な雰囲気を漂わせています。1124年清衡69歳の時、金色堂が落成します。金色堂は中尊寺建立当時から現存する唯一の建物で、国宝に指定されています。堂内外をすべて金箔で包み、堂内の仏壇には藤原氏三代の遺体と四代安平の御印を安置しています。
向かって左手の西南段には二代元平、中央段は初代清平、そして右手の西北段には三代秀平の棺が安置されています。金色堂は一辺が三間およそ 5.5 メートルのピラミッド型の屋根を持つ方形造りで、柱や壁、扉など総漆塗りの上に布を張り、さらにその上に金箔を張っています。屋根を支える4本の柱には1本あたり4体の仏が3段合計12体、金色堂全体では48体が漆の蒔絵として描かれています。須弥壇には中央にご本尊である阿弥陀如来を安置し、観音菩薩、静止菩薩、地蔵菩薩が並び、最前列には時刻天と増長天が邪気を追い払う行僧で仏様を守っています。この仏像構成は金色堂独特のもので、他に例を見ない貴重なものです。堂内は須弥壇や柱、梁に至るまで緻密な装飾が施されています。金銀はともかく、南国産の夜光貝を薄く削いで貼り付けた螺鈿、装飾に使用されたシタン、象牙などの材料は当時に輸入されたもののようで、清平一代にしてすでに相当な経済力を持っていたことがうかがえます。およそ900年前に都でも見られないほど芸術的な金色堂を作らせた清平は相当な審美眼の持ち主だったのでしょう。清平は金色堂が完成した1126年、中尊寺大伽藍の楽慶供養を行い願文を奉納します。その中に、この寺の鐘の音は苦しみを抜き楽を与え、生きる者すべてに平等に響くのです。この鐘を打ち鳴らすたびに罪もなく命を奪われた者たちの御霊を慰め、極楽浄土に導きたいと願うものであります、と戦で亡くなった人間ばかりでなく獣も草木も生きとし生けるものすべてを極楽浄土に導きたいと願文に記しました。清平は釈迦如来により説かれた法華経に深く帰依していました。その平等思想に基づく仏国土を中尊寺建立によって平泉の地に表そうとしたのでした。金色堂を守っている建物を大井堂または鞘堂といいます。現在の大井堂は1965年昭和40年に建てられた鉄筋コンクリート製ですが、それまでは木造のこの旧大井堂が金色堂を守っていました。旧大井堂は13世紀の末、時の鎌倉幕府が風雪にさらされている金色堂を守るために建造したと伝えられてきました。しかし調査の結果、建物は室町時代中期のものと分かり、現在国の重要文化財に指定されています。旧大井堂の脇に佇む松尾芭蕉の像、芭蕉は奥の細道の旅で平泉に入り、この大井堂の中にあった金色堂を訪れます。
さみだれの振り残してや光堂。長い間の風雪が平泉の建物を朽ち果てさせていったのに、この光堂だけは昔のままに輝いている。場所はさみだれの中輝きを失わず残っている金色堂を見て感慨ひとしおだったのかもしれません。1128年、藤原清衡は73年の波乱の生涯を閉じます。そして藤原氏2代当主となったのが元衡でした。元衡は父清衡の遺志を継ぎ、極楽浄土実現のため毛通寺の大規模な造営を始めます。毛通寺は中尊寺と同じく慈覚大師によって開かれたと伝えられ、二代元衡を経て三代秀衡の時に完成しました。多くの伽藍が造営され、秀衡の代には堂塔40、僧房500を数え、中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さであったと伝えられます。現在の本堂は1989年に建立され、堂内には平安時代に作られた本尊の薬師如来が安置されています。元衡は毛通寺造営にあたり勅願寺として金堂円隆寺を建立します。円隆寺は毛通寺の中心伽藍で、当時は南大門から大泉外家を挟んで橋が架けられ、その正面に位置していました。そして南大門は毛通寺の正門で、門の両脇に仁王像が安置されていました。円隆寺の建物は中心の金堂から東西に回廊が伸びて南に折れ、東側の先端には鐘楼が、西側の先端には経楼が付属していました。現在は大きな石でできた礎石だけが残りますが、その規模が毛通寺を代表する寺院だったということを伝えています。円隆寺跡の隣にかやぶき屋根の上行堂が建ちます。上行堂は天台宗において修行をするために建てられた仏堂で、このお堂は1732年仙台藩主伊達義村によって再建されました。堂内には本尊宝冠の阿弥陀如来が安置され、奥殿には秘仏として崇められている麻太羅尽が祀られています。麻太羅尽は修法と道の守護神で、地元では古くから作物の神様として信仰されてきました。さて毛通寺は境内全体が浄土の世界を表現した浄土式庭園になっています。浄土式庭園とは平安時代から鎌倉時代にかけて盛んに作られた日本庭園の形式です。
極楽浄土に往生し成仏することを説く浄土思想の影響を大きく受けています。庭園内に極楽浄土の世界を再現しようとしたため、金堂や仏堂をはじめとした寺院建築物の前に池が広がる池泉回遊式の形をとるのが特徴です。毛通寺の庭園は東西およそ180メートル、南北およそ90メートルの大泉外家が中心になっています。池の周りには海岸の風景や山水の景観を作り、浄土の世界を表しています。須浜です。須浜は砂州と入り江が柔らかい曲線を描き、穏やかな海岸線を表現しています。東南の岸にある出島と立石は須浜とは対照的に荒磯を表し、庭園中最も美しい景観と言われています。出島の先の飛島にはおよそ 2.5 メートルの地中立石が据えられ、庭の象徴として池全体を引き締めています。そして築山は海岸に迫る岩山を表現しています。池の北には槍水と呼ばれる池に水を取り込む水路があります。平安時代に書かれた庭造りの書作庭記で見られる技法が使われていて、平安時代の槍水の遺構としては日本唯一のものです。毛通寺は藤原氏滅亡後3度の火災により全ての建物が焼失しました。しかし現在大泉外家を中心とする浄土庭園と平安時代の伽藍遺構がほぼ完全な状態で保存されています。毛通寺の隣には元平の夫人が造営したという漢字材王院跡があります。漢字材王院は歴史書吾妻鏡に阿弥陀堂と号するなり、元平が妻の建立なりと記される広大な寺院でした。現在は史跡公園として南門跡、土塁などが整備され、広い芝生の中ほどには舞鶴外記が復元されて人々に親しまれています。この池は荒磯風の石組み、須浜、中島など毛通寺の大泉外家と同様作庭記に基づいて作られていることから、平安時代の浄土庭園を今によく伝えています。漢字材王院は東西120メートル南北240メートルの広さを持ち、池の北には大阿弥陀堂、小阿弥陀堂が並んで立っていました。歴史書吾妻鏡によると、大阿弥陀堂の仏壇は銀、壇上の高欄は金であり、堂内の壁には京都の霊地名所が色鮮やかに描かれていたと記されています。そして入りもや造りの小阿弥陀堂は住宅的な要素が見られ、元平の妻が
夫を忍びながら暮らしていたのかもしれません。今阿弥陀堂跡には江戸時代に建てられた小さなお堂があるばかりですが、広い敷地と女性らしい優雅な庭園が平安時代第一級の浄土庭園であったことを忍ばせています。毛通寺と中尊寺の間になだらかな山容を見せる小山があります。金鶏山と呼ばれ、三代藤原秀衡が築いたとされる山です。鬱蒼とした森に包まれて金鶏山の登山口があります。そして傍らに藤原三代の位牌が安置されている千寿堂が佇みます。またここには源義経と共に亡くなった義経の妻子里御前と娘の墓と伝えられる五輪塔が立ち、藤原氏との関わりの深さを物語っています。金鶏山は伝説によると平泉の鬼門の方角へ北上川まで人を並ばせて土砂を運び、一晩で築き上げたといいます。そして秀衡は平泉鎮護のため雌雄一対の黄金の鶏を山に埋めます。このことからこの山は金鶏山と呼ばれるようになったといいます。1930年昭和5年にその金の鶏を見つけようと山頂付近を掘り起こすと、銅製の経筒と陶器の壺や亀などが出てきました。陶器の壺は愛知県の渥美地方の窯で焼かれ、経筒を保護する容器として使われたものです。そして経典を収めた経筒は銅製で、宝珠型のつまみがついた蓋が特徴的です。いずれも12世紀の藤原氏の時代のもので、金鶏山は藤原氏と密接に関係した経塚と推定されています。金鶏山は高さは100メートル足らずの小山ですが、近年の調査で秀衡による平泉の都市計画上の基準点と考えられ、無料公園と一体となって宗教世界を構成するなど平泉にとって重要な位置を占めていたと定義づけられています。奥州藤原氏の建築物として初代清平が中尊寺、二代元平が毛通寺であるなら、三代秀衡は無料公院に代表されることになります。無料公院は遺跡のほとんどが水田化し、池跡、中島、礎石が残っているのみで、現在も発掘調査中です。鎌倉幕府が編纂した歴史書「吾妻鏡」によると、無料公院は宇治の平等院を模して三代秀衡が建立したと記されています。本尊は平等院と同じ阿弥陀如来で、建物は
色彩豊かな壁画などで装飾され、向きや地形までもことごとく宇治平等院を模したといわれます。しかし無料公園の池には中島があり、そこに3棟の建物が建っていたこと、阿弥陀堂の前に瓦を敷き詰めていることが平等院には見られないところです。発掘調査によると、無料公園は東西240メートル、南北270メートルで、平等院より大きかったと推定されています。遺跡中央にあった阿弥陀堂も、その遺構から法王堂より一回り大きかったとみられ、平等院を超えようという秀衡の気概が現れています。建物は全体に東向きに建てられ、敷地の西には金鶏山が位置しています。庭園から見ると、夕日が本堂の背後の金鶏山へと沈んでいくように設計されており、まさに極楽浄土の世界を表していました。無料公園跡は平泉のほぼ中心部に位置し、清張であった柳の御所にも近く、秀衡の館である伽羅の御所もこの近辺にあったのではないかと言われています。平泉の南西およそ6キロに位置する達国の岩や毘沙門堂、この毘沙門堂は平泉の世界遺産に含まれていませんが、藤原氏とも関わりの深い歴史ある寺院です。神仏習合時代の名残を残す3つの鳥居をくぐると、切り立った崖の岩盤を屋根のように利用して太い柱組の上に建てられた毘沙門堂が色鮮やかな姿を表します。この達国の岩や毘沙門堂は坂の上の田村麻呂の建立と伝わります。およそ1200年前、桓武天皇に蝦夷征伐の勅命を受けた坂の上の田村麻呂は、この地にこもって抵抗する蝦夷を激戦の末に打ち破り、蝦夷平定を果たします。田村麻呂はこの戦勝は毘沙門天の加護と信じ、京の清水寺の舞台を模した毘沙門堂を建立します。そして堂内に108体の毘沙門天を祀り、岩屋毘沙門堂と名付けました。その後、藤原の清平、元平親子が宍戸伽藍を建立したと伝えられ、また平泉を攻め滅ぼした源頼朝も帰り道に立ち寄り参詣したと記録に残ります。しかし戦国時代にはその全てが消失し、伊達政宗によって一部再建されますが、再び火災に見舞われ、現在の毘沙門堂は1961年昭和36年に再建されたものです。毘沙門堂の西の岩壁には岩面大仏と呼ばれる磨崖仏が刻まれています。戦で亡くなった兵士の霊を供養するため、源義家が馬上から矢を放って掘りつけたと伝わりますが、誰が何の目的でこのような仏像を掘ったのかは未だ分かっていません。顔の長さが 3.6 メートルの仏様は、
北限の磨崖仏として古くから知られ、1696年の記録には大日の尊体と呼ばれていたことが記されています。卓国の岩屋毘沙門堂は戦の守護神である毘沙門天を祀り、坂の上の田村麻呂の統制偉業と重ねて、平安時代から戦国時代にかけ多くの部門の信仰を集めました。卓国の岩屋毘沙門堂から西へおよそ13キロ、中世の村の姿を今に残す骨寺村荘園遺跡です。ここはかつて中尊寺の経蔵別当が所有していた荘園でした。1122年、藤原の清平は中尊寺建立とともにお経を納める蔵経蔵を建てます。そしてこれに尽力した僧自在坊蓮光を経蔵の担当者別当に任命します。蓮光は経蔵の費用を賄うため、自分の領地であった骨寺村を寄進し、清平に荘園として認められます。以来骨寺村は経蔵別当領として室町時代まで伝えられてきました。現在もこの集落には曲がりくねった水路や不整形な水田が広がり、室町時代からの地形がほとんどそのまま残っています。日本の原風景を見せる骨寺村荘園遺跡は中尊寺を支えた村だったのです。ところで平泉は藤原氏とともに源義経とも関わりの深いところです。義経は16歳から22歳を平泉で過ごし、そして兄頼朝に追われ命を絶ったのも平泉でした。1187年、兄源頼朝に追われた義経は平泉の秀衡を頼って奥州に逃れます。しかし秀衡はその年の10月に病で亡くなります。今はの際に秀衡は息子たちに義経を主君とし頼朝と戦えと命じますが、遺言は守られませんでした。1189年、4代泰衡は頼朝の圧力に屈し衣川の太刀にいた義経を急襲。義経は妻子と共に命を落とします。時に義経31歳でした。泰衡は義経の首を鎌倉に出し、自らの助命と平泉の安堵を嘆願します。しかし頼朝は泰衡の嘆願を聞き入れず陸奥に出陣。泰衡は平泉の太刀を焼き払い逃亡しますが、家臣の裏切りに遭い殺されてしまいます。ここに清平以来4代にわたって栄華を誇った奥州藤原氏が滅亡します。北上川に沿って高田地と呼ばれる高台があります。兄頼朝に追われ平泉に逃れた義経が最後を遂げた館のあった場所とされています。義経の首は鎌倉へ送られ、遺体だけがこの地に埋められて、そこに小さな祠が建てられたといいます。
義経堂と呼ばれるこのお堂は、それまで朽ち果てていた祠に変えて第4代仙台藩主伊達綱村が1683年に建立したものです。義経は衣川の太刀で最後を遂げたことになっていますが、眼下に北上川を望むこの高立ちに衣川の太刀があったのかどうか、今も不明のままです。いくつもの時代を経て義経伝説が語り継がれていくうちに、いつしか高立ちが義経終焉の地とされ、多くの人々がこの地にロマンを感じるようになったのかもしれません。平泉は12世紀日本の本州北部において仏教に基づく理想世界の実現を目指して作られた政治行政上の拠点でした。そこには藤原氏によって築かれた中尊寺や毛通寺など極楽浄土の世界が100年にわたり確かに存在していました。戦争や差別を悲しみ、平和と平等を愛した藤原氏の思いは、今に残る平泉の寺院や庭園などの遺跡に受け継がれているのです。